どうも、ジョイシーノルです。今日はですね、撮影をしに愛媛県の大洲市の方にやってまいりました。撮影の方は終わったので、ちょっとね、せっかくなんで外で動画一本撮っときたいなと思って、来ました。川がすごい綺麗です。はい、大洲のこれなんて川やったっけ、肘川。何、いいですね。今後ちょっとね、音楽制作の方、ちょっと予定が詰まってきまして、いろいろ発表できそうです。でもまだ全然録音も始めてないですし、4人楽曲提供と音楽制作していきたいと思ってます。で、ミュージックビデオも4本作っていきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。日々ですね、忙しい毎日を送っているんですが、たまにね、ちょっとこう睡眠不足でもね、こうやって遠くに出てですね、撮影したりですね、いろんな景色を見て、いい空気を吸ってですね、過ごしていると、なんかストレスも緩和されてですね、また明日頑張っていこうかなという、ちょっとね、心地いい疲れが残ってね、リフレッシュできるんじゃないかなと思ってますんで、これからもちょっと隙間ができたらですね、ロケーション探しに行ったり、撮影しに行ったり、いろいろしていけたらいいなと思っております。とにかく4作品、続々決まっておりますので、ちょっとずつ公開できたらいいなと思ってますんで、皆さんお楽しみに。あ、そしてオッドストレンジも頑張ります。オッドストレンジ秋、勝手にモッチが決めてましたが、オッドストレンジ僕たちのバンドも秋に新作を出しますし、そうそう、僕新作ちょっとツイッターの方では呼びかけたんですけど、ちょっと自分で手応えがある新しいメロディーがあるので、それを元にですね、曲を作っていこうと思ってます。その工程を全て録画して公開しようと思ってます。メロディー構成、歌詞、 DTM 打ち込み、まあ、編曲ですね、そしてレコーディング、ミックス、ミュージックビデオ撮影、編集、ミュージックビデオ公開までの流れを全て、全工程を撮って公開したいと思ってますので、頑張りますので、よろしかったら見てください。ということで、今日も白石いのりチャンネル、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。